きチャンネル。ちょっ、こんにちは。新企画発表です。新しい企画が始まりますか。誰が見る目があるのか、答えは半年後です。はい、はい、また答え合わせ系。はい、プロ野球各タイトル成績を元にですね、はい、僕と袴田さんと先生とで、はい、また選手を選抜します、はい、10億円選手みたいに、うん、でそれで12球団で今回は打率部門ということで、はい、一番高い打率を残せるのは誰かっていう、うん、各球団3人が1人ずつドラフトしていきます、はい、でもちろん被った選手は取れません。また取れないんですか。そうそうそう、もうこれ全部もう被ってもその人を予想ってことにしませんか。ダメ、被ったら取れない。取れないの。だから逆に言うと、はい、こう今までは2人だったから、はい、被ったらあれだけど、うん、3人になると、はい、被るだろうから、はい、あえて2番目のやつを取りに行って、そうですね、そしたら一、そしたらその選手が1番目になるわけよ、はい、本当はこの選手行きたいと、うん、でもどうせ2人言うやろと、うん、じゃあドラフトに最初取っとけば、はい、もうその選手取れなくなるから、うん、そのもし袴田さんの先生が被ったらもうドラフト3位になるわけよ、はい、だからその駆け引きもあるよね。なるほど。でもドラフトに選んじゃって1位たまたま取れたもあるから、うん、これ数が多ければ多いほど取れる可能性高くなるし戦略必要になる、はい、うん、だからもう潰しに行くとかなくなる。なるほど、はい、潰しちゃうとね、3人同時でいいのがなるといいんだけどね、はい、でこの今回は打率のルールなんですけども、うん、シーズン終了後、はい、その選手が打率何割何分何厘かっていうのが数字が出ます、うん、で12球団でだから1人12人選んでます、はい、打率を最後全部足します、はい、だから3割2分1厘だったら321点、はい、1割2分9厘だったら129点、うん、これを12人全員足して終わった時に一番高い得点になった人が勝ちです、はい、見る目あるってことです、うん、その中で規定打席ありますね、うん、規定打席に到達しなかった場合は、はい、マイナス100点になります、はい、だから3割2分1厘でも2割2分1厘になっちゃいます、うん、規定打席到達しないと、はい、で、規定打席200打席以下の場合は、うん、マイナス200点になります。おだから10試合しか出なかった打率3割5分だったけども、うん、マイナス200点で、はい、150点になります。そうですね、はい、そういうペナルティーはあります、うんうん、だから規定打席到達するのが一番いいですね。規定打席到達する人少ないですから意外と。そう、去年でもパ・リーグ21人しかいないんでね、うん、だそれを各球団、はい、もう12球団でセットパで分ける。12球団で、あ、じゃあ12球団でね、じゃあもう本当の、うん、もう自分の中のドラフトってことですね。そうだね。お、いいね。いいよ、はい、よし、じゃあそれね。誰にしよう。よし、じゃあ行こう。ちょっと待ってくださいね。もう俺1位決めたよ。ドラフト1位、第1巡打率王選択希望選手。ちょっと待って。いや、これね、被ったらあれやな。第1巡だからね、はい、だから第12巡まであるってことよ。で、各球団1人だからね、うん、はい、それで、うん、タイトルを選んだ選手がタイトルを取った場合、プラス100点になります、はい、首位打者取った場合は、うん、もし3割3分3厘で首位打者だと433点になります。はい、いやー、面白いですね、うん、いや、これかなり期待してるからな。あれにしようか、ワンツースリーでも決め、ワンツースリーでもプラスアルファする。ああ、そうします、ね、だからタイトル取ったら100点、うん、で 2位の場合はじゃあ60点、うん、で3位の場合は30点にしようか、プラス、うんうん、そのボーナスとして、ボーナスね、うん、よし決めた。よし、いいですか。ドラ1、ドラ1ね、本当のドラ1だからね、ドラ1ね、うん、首位打者のドラ1ね、うん、決めた。いい、いくよ。僕いいですよ、うん、せーの、クリスタ。お、分かれたね。お、俺は近藤、うん、ありますよね。なんか佐藤さん、私近藤来るだろうなと思ったんですよね。1位近藤、私あの栗原選手にしてみました。はい、僕は松本剛選手です、うん、ソフトバンクの、ソフトバンクの、あの、もうオープン戦絶好調なんで、うん、このまま去年の分までやってくれるだろうという、うん、近藤ね、これ選ばれる人嬉しいやろな。そうですね、うん、じゃあドラフト2位、せーの、佐野、佐野選手、佐野、あー、ありがとうございます。大島、僕は大島で、ね、決定ね。佐野選手とか選べないってことですか。うん、もう佐野は選べない。ダメですか。ダメ、もう佐野は選べない。ダメ。かぶったら選べないから。かぶったら選べない。佐野欲しかったな。いや、私もここはやっぱ安定なんですよ。じゃあ次いくよ。次いきます、うん、はい、いいですか。いいですよ。え、2巡目でしょ。2巡目、まだ2巡目、じゃあ2人で、はい、せーの、村上、岡林、
あ、村上選手ね。私、岡林選手。なんでみんな村上下げてたんですか。いや、かぶるかなと思って。ここは戦略あるからね。かぶるかな、あるから。打率だったらもしかしたら3割いかない可能性もあるじゃないですか、村上選手は。うんうん、確かに。だからでもやっぱ元気なやつも選ばなきゃいけないからね。うん、そうなんです。だから若くて、いい感じの人を、うん、岡林選手。じゃあもう岡林と大島選んでるから、俺もそう中日は最後まで取る必要で。うん、まあそうですね。うん、決めた。決めた。オッケー。いいですか。はい。先生、オッケー。オッケー。はい。せーの、近本。ありがとうございます。中村翔吾。また？また？じゃ真似しないでくださいよ本当に。近本いるよ。だって阪神はやっぱ近本でしょ。ありがとうございます。ください。近本選手ね。取れないの？春先がやっぱり僕不安なんで。いやでもやっぱそれでも3割弱はいつも残すよ。3割前後は。阪神はもうちょっと。そうしたらダメだよもうよ。2人で。2人でですよね。ああ決まってます、うん？どうしようかな。そうしても決めた。いいですか？うん、はい。せーの、中野。ねえ、嘘でしょ、ね、ちょっと考えてること一緒じゃん。いや、どんどん楽なんですよ。潰し合いしてくれたら。いやでもそんなことないよ。あの先生も取れない。阪神から取れなくなっちゃう。いや僕本命は違いますもん。うん、阪神ね。うん、ちょっと、中野取れないの？嘘。一緒の考えやめてよ。本当やめてくださいよ。俺だって取りたいのよ。そうですよ。え、じゃあ私ここ行こう。いいですよ。いいですか。せーの、大山。私坂倉取りました。うん、これ大山です。はい、阪神近本中野大山いなくなってきつくない？いやきついですよ本当。そういうのもあるからね。そうこれがやっぱかぶっちゃえよの醍醐味だから。そうですね、うん、そうしないと、うん、もう取るやつ決まってくるから、はい、つまんないじゃん。じゃあ私、はい、次4巡目ね、はい、せーの、宮崎。おお取れた。誰？宮崎。ああ DNA ですよね。 DNA。 いや私も DNA 先行っとこうかなと思ったけど、私阪神先生に取られる前に森下君行っとこうと思って、うんうん、マッキーと宮崎。はい、そうなんですよね。そしたら私は DNA も取らなくていいってことか。後でいいってことか。うん、よし決めた。せーの、源田。島内です。島内です。やめてよ。俺源田。源田本当にもう源ちゃん。源田本当にもう私かぶりまくりじゃん。かぶりーず。かぶりーずですよ。私も4人かぶってるんですから。全部かぶってる。もうよし、源田取れた。でも楽天やめて、私も次楽天行くからさ。次楽天行くんで先生、楽天。私もう宣言するわ、楽天行く次。じゃあ行きます。はい、せーの、辰巳。なんで今行くって言ったじゃん。ねー、しかもうそこ行かないと思う。取れないじゃん。もうなんでそんなかぶらすの。中村さんばっかり。本当ですよ。もういいさ。ちょっと待って、本当に待って。嘘でしょ。ね、次楽天行くのやめてくれる。そういうのやめて。そういうのやめてます。次楽天行くのやめて。私 またかぶるからね。そういうのやめて。ここ行ってみようかな。いいですか、はい、行きますよ、はい、はい、せーの、鈴木大地。はい、高部。僕鈴木大地。多分戻ってきましたもんね。うん、高部選手。一応 DH で。 DH で第6巡目。第6巡。じゃあいいですか。待ってください、全然決まってないです。じゃあはい決めた。いいですか、うん、はい、せーの、中川。おえあ、オリックス、うん、あ全員オリックス。私も宗選手にします。宗、うん、中川欲しかった。中川が欲しかった。去年めっちゃ良かったですからね。うん、じゃあ次、じゃあ大津先生ね。せーの、森。俺は森友也。はい。オリックス。あれ源田取ってませんでした？オリックスだから森友也は FA を。あ、間違えた。そうだ。あ、森そうだった。何今？取られた。あ、そうだ。今いいや、オリックスだったの。何を言っちゃってんだよ。オリックス FA 移籍してるから。オリックスだった。そうだ。
はい、いきますよ。はい、はい、せーの、吉川。よし、じゃあ俺、吉川。はい、吉川直樹。ジャイアンツ。はい、私、あの日本ハムの上川畑。菊池、はい、広島、はい、うん、いいですか、はい、うん、せーの、山口。ん、丸。俺は山口、ロッテ、はい、長岡で、はい、ヤクルト。じゃあ私ヤクルトも取らなくていい、はい、決めた。じゃあいくよ、はい、うん、はい、いくよ、せーの、阿部。俺阿部、あ、楽天の阿部ね、うん、私は。あ、確かに阿部選手の方が出るかもな。私も小深田選手にします。今年はやる。先生誰？岡本です。あ、巨人、はい、うん、よし、決めた、はい、いいですか、うん、はい、10位、はい、はい、いきますよ、はい、せーの、マルチネス。山川。あ、かぶってますよ。え、僕山川持ってます、うん、え、本当？うん、もうだいぶ前に取ってる。え、最初山川取ったっけ？もう6位ぐらい取ってます。あ、早く。え、忘れた。山川と源田。源田か、あ、そうか。俺マルチネス、アリエル、日本。あ、アリエルね。僕ノイジーで、うん、ノイジーね。ノイジーね。ノイジー、いいね、いいね。じゃあ私、あの、すみません、友崎にします。で、あともう被らないので、はい、うん、もうじゃあ被らないから、もう好きなように言おうよ、はい、言いましょう、はい、じゃあ先生は。僕11巡目でソフトバンクの、うん、柳田選手。お、柳田、はい、ギータ、ギータ、ギータ誰も取ってなかったのかな、はい、まあそっか、もう一番最初いなくなったからね。そうそう、私栗原選手取ったから、うん、からの 12番目に野口、うん、オリックス、うん、野口ね、もう期待込めていきます、うんうん、これはちょっとね、今ショートがもう野口選手になってるもんね。そうなんですよ、ね、紅林くん頑張ってよっていうね、こう言えました、うん、はい、俺は中日がビシエドで、広島が西川。ああ、はい、うん、あれ、DeNA って佐藤さんが誰？宮崎選手か。で、牧選手ね、うん、今ね、2択すっごい迷ってる。いや、ね、俺もまず全員規定打席到達するからね。いや、わかんないです、それはわかんないです。いや、もう怪我しなかったら全員もう定位置確保の人しかいないから。ちょっと私と先生勝負いってるとかあるもんね。いやいや、それ取れなかったからでしょ。そうだって僕、サトテルイカンのノイジーいってますからね、うん、そうだね。そうなんですよ。で、私5人かぶってるのが痛いんだよな、これ。俺はもう選ぶ選手が申し訳ないけど、その綺麗な時に到達しないんちゃうかっていうような選手が多いチームをもう早めに取ってんだよ。でも阪神ももう近本、中野がメインだから、とりあえず早く取りたかったけど取れなかったから、もうあともう大山しかいないわけ、俺の中では。で、宮崎もあのもう佐野がいなくなったら、もう宮崎しか俺はもう3割確実に打つってなるといなくなるから、はい、うん、で、西武ももう、西武で3割打つであと源田ぐらいしか思いつかへんから。うわ、2択。私、じゃあ DeNA、ちょっとさ、林選手にかけてみたいところもあるんだよ。うわ、いいっすね、うん。そういうところでいこうかな。私、ちょっと林選手にかけてみます。200打席いかなかった。マイナス200点だから、ね、うん。いいよ、別に。もうかける。かける。で、ヤクルトが、うん、あれ、長岡選手と村上さんか。うん。じゃあ、笑ってきて。じゃあ、今年の山田さんはやるかな。塩見もいるじゃん。そうそう、塩見さん出遅れちゃってるじゃないですか、うん、そこでちょっと下げちゃったんですね。もうこの侍ジャパンの勢いのまま山田が来る。山田にします。はいはい、はい、できました。で、これの、半年後の罰ゲームは、罰ゲームあるんですか、うん、今まで10億円で1回も罰ゲームやってないのに、ね、3人でやるからだって。あ、3人で、うん、罰はやめましょうよ。罰ゲームはなんか罰あるといきなりやる気なんかちょっとなくなっちゃうんで。そう、野球は楽しいってこと、 WBC で教わったのが楽しく終わりたいですね。楽しくなくなっちゃうんで、今回の初代王者を決めて最弱みたいなやつでしょ。そうなの、うん、じゃあ全部足して、全部いろんなやつやるじゃん、はい、あ、5部、うん、全部の部門足して6部門、1位を1回も取れなかったら罰ゲームね。1位を1回も取れなかったら罰ゲーム。そんなことないじゃん、だって。いや、あるないよ、だって 1,2,3,4,5,6 部門あんだよ。6部門あって1位が1回も取れなかったら罰ゲーム。でもこれ僕らが選んでますけど、ヤノが選手なんで、うん、マリンが選手なんですよ、僕らが。うん、だってその選手を選んでるじゃん。もうなんか罰ゲームあると一気になんかね、野球が楽しくなくなっちゃいますよね。いや、もう全力で応援するから頑張れっつって。まあそうです、頑張れっつって。いやー、まあだからね、うん、皆さんもね、ちょっと一緒にやってみたら面白いと思うんで、はい、ぜひやってみてください、はい。